筋肉系の怪我につながる可能性が高いですから、まあ、そこだけはちょっと気をつけてほしいなと思いますよね。あのよくね公式戦でしかこう経験できない負荷であるとかちょっと気持ちのね田辺、いやこれ山岸うまくつないでいく、山岸だ、山岸もう一投、山岸ちょっと今アビスパの選手はハンドをアピールして、うんとこれはつながりませんでした。いや素晴らしいですね、ルキアンですね今ね、はい、ディフェンスから奪って、そしてクルークスター、さあクルークス、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 キーパーから三浦からすると、まあ、見えなくなかったと思いますけども、まあ、この右足のターンでシュートを打っているところに置いた、もうわずかでしたけれども、さあクルークスからのボール、金森、金森、三浦がセーブです。コントロールでかわした後ドライブかけながら狙いましたし、まあ、キーパーもよく三浦よく触りました。福岡もどういう形でフィニッシュまで持っていくか、田辺、七からのボール、ルキアンとヤウシ、ただここにいたクルークス、いや三浦すごい素晴らしいですね。まだクルークスだーと流れて、ただ押し込めない、重厚感のある攻撃、この辺り時間帯が続いている福岡ですが、岩田もしのぐ、田辺からのボール、これおっと金森に入った、金森かわして戻して前島、新加入の前島やりました、アビスパ福岡先制、前島です。いきなり結果を出しました。そうですね、まあ、このパスと、まあ、この切り返しで時間作りましたし、この時にうまく侵入してきた、でこうキーパーがブラインドになったのもあったと思いますけども、はい、ここをこう強く打つというよりかはしっかりこう面を作って、うん、まあ、インサイドにしっかりコースに流し込む、はい、まあ、しっかりと見ていた金森、そして七、七からのボールこぼれて、もっと山岸、山岸、おお三浦前、そしてクルークス、ここでクルークスのボールが入ってくる、ルキアン、いやちょうど三浦がわずかに触れないようなところでしたが、最後はルキアン、まあ、ファンマンも踊りましたね。あ、まあ、ファンマンも踊ってくるとやっぱ非常に高さが出ますよね福岡ね。小川大輝、うんとこれジャメイン、ジャメイン、ジュビロ磐田追いついた、こちらも新加入のジャメイン寮で1対1、まあ、これコントロールしてからシュートまで非常にこうスムーズでしたし早かったですね、はい、まあ、福岡からするとこのボールがもう足元に入っちゃってるのでどうしてもこう飛び込めないってところあったと思いますし、まあ、ディフェンスがアプローチかけてシュートコース切る前にシュートを打ち切ったところ、まあ、コントロールからシュートまで、まあ、非常にこうスムーズで、まあ、福岡からすると長い、そして今試合終了の笛です。1対1アビスパ福岡対ジュビロ磐田、 J1 リーグ第1節の開幕戦は Like, subscribe, push notification.